た広河原、花瀬、別所、桃井と呼ばれる地区からなる左京区北部山間地域は、豊かな自然、伝統、文化が存在し、それらは地域住民の生活の礎となっています。地域住民はこの地域をふるさと新都市と位置づけ、その魅力と現状を発信していこうと様々な取り組みを行っています。今回はその取り組みの一つとして、ふるさと新都市の冬の様子を知っていただこうと、ふれあい交流イベントが開催されました。はい、本日は北部山間地域冬季ふれあい交流イベントの様子を、京都とことん調べたい仏教大学教育学部4回生の大山穂波がお伝えしたいと思います。ではそれでは行ってきます。イベントに先立って、まずは北部農林業地域振興協議会の藤井正美会長が開会の挨拶をされました。続いて最初のプログラムは、市民農園タンポポの里で野菜を収穫します。雪の中に埋まっている野菜を探して掘り出すそうです。では私も挑戦してきます。雪の中から野菜を見つけ出して掘り出すのはかなりの重労働でした。参加者の方々も一生懸命ですね。さて、一仕事終わったらお楽しみの昼食です。今日の昼食は豚汁定食でも、メインは豚汁じゃないんです。じゃーん、こちらお漬物です。ふるさと新都市では地域で収穫された野菜を使って漬物を作っておられ、現在地域の特産加工品として売り出し中です。ご飯に合う美味しいお漬物と評判だそうですよ。とても美味しいです。みずみずしさと野菜の本来の旨味が、この十分な塩加減によって引き出されています。次に地域の伝統行事ロンドがお目見えです。本来は1月15日に行われ、正月飾りや書き初めを燃やす行事ですが、今日は特別に体験することができました。ここで小腹が減ったのでおやつタイムです。地元で採れた土地の実で作ったとちもちのぜんざいです。美味しい。甘くて温まります。になった後は雪を満喫します。ソリで滑ったり、鎌倉を作ったり、都市ではなかなか体験できません。それではここで北部農林業地域振興協議会藤井正美会長にお話をお伺いしたいと思います。藤井会長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは本日の交流イベント、本当に楽しかったです。ではこのようなイベントを開催された背景を教えてください。はい、ふるさと新都市には豊かな自然や伝統文化が守り継がれています。都市部にお住まいのより多くの方々にそれらを知っていただきたいと思ったのがきっかけです。また地域の資源を生かして、とちもちやしば漬け、山椒などの特産加工品の育成にも力を入れていますので、その取り組みも知っていただければと思っております。確かにスキー場にでも行かない限りこの雪は体験できませんね。では今後の交流イベントについてお聞かせください。はい、交流イベントは今回で3回目になります。毎回皆様方から楽しかった、他にも体験したいといった感想をいただきます。今後もこのイベントを続けて積極的に新都市に足を運んでもらえるようにしていきたいと思います。夏の新都市もぜひ体験したいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日はたくさん遊んでたくさん食べて大満足でした。左京区北部山間地域ふるさと新都市では
他にも様々な魅力にあふれています。九田地域で行われる虫送りやお盆の行事川地蔵、室町時代に起源を持つ花笠踊りやお正月の弓始め、広河原地域では西の盆踊りを今に伝える安佐古祭、根元から枝が何本も分岐する巨大な花瀬地域の天然浮上大杉、そして別所地域の山椒を特産品として再生させる取り組みや、桃井地域の新しい夏の風物詩蓮祭りなど多くの見どころがあります。また九田、広河原、花瀬地域で夏に行われる松上げは迫力満点です。まだまだ紹介しきれない魅力があふれるふるさと新都市、思いもよらない自然や人との出会いが待ってます。ぜひお越しください。